ちょっくら汚れてる案件が発生しております。もうさ、コンタクトに汚れつくの本当やめてほしいんだけど。視界悪いじゃん。もうショック。なんかね、片方にもやかかってるとさ、酔わない？視界が良好じゃないって酔うよね。ちょっと待ってね。ああ、もうやだやだ、本当に。なんか気持ち悪いよね、視界がさ、片方だけさ、ぼやけてんのって。ほんと、なんでコンタクトに汚れつくんの？コンタクトが汚れを弾きまくる世代とかないんかな。コンタクトね。綺麗になった気がするけど、まあいけるかな。多分とりあえず一旦綺麗になったわ。多分ね、若干おかしいけど、絶対でも取れてなさそう。ああ、もうやだ。このコンタクト2週間使ってないのにな。さらばかな。もったいないんだよね、2週間使ってないのにさ。実は1個さ、愛媛の時もさ、もうそれでさ、汚れが取れなくて、新しいの付け替えたの。なんかさ、もうすでに1個そうしてんのさ。またって、もったいないよね。もったいなさすぎる。もったいないお化け出るわ、マジで。ねえ。今日蒸し暑かった。でもさ、台風近いせいかめっちゃ風強くなかった？なんか結構風強かったから割と涼しかった。まあ、昼はね、シンプルにね、暑かったですけど、昼は普通にこうやって歩いてたら、なんか止まったら暑い。なんかとりあえず暑いっていうよりかは、止まったらマジで暑いわって感じだったけど、結構ね、今日は風がね、台風のせいでね、強すぎたせいで、そんなになんか寒みたいなのはなかったっちゃなかった。雷鳴ってんね。待って、明日の気候とかどうなんやろな。それが気になる。あ、でも明日雨ではないんや。日曜日雨なんやけど、日火水木金雨なんやけど、最悪。まあでもとりあえず明日、明後日、しあさってぐらいはバカ暑いって書いてあります。めっちゃ暑いじゃん。ショック。暑いの嫌なんだけど。
すごいステッカーにならなかった。38とかもう引かさないとさ、直射日光マジで暑い。そう、直射日光はまあ本当に暑すぎて、なんかなんだろう、燃えるとかよりかもなんかなんなんて言ったらいいの、シンプルにグサグサみたいな。伝わるんかな、まあでも伝わらなくてもいいけど、まあそんな感じよね。うん、燃えるってこのことだなって思う。でちょっと止まった瞬間がやばい。止まったブワーみたいな、もう急に暑さがマジでやばい。それだけやめてもろて それだけやめてもろて、マジでかなわんでな。コンクリートの取り返し、あー確かに確かに確かに、都会の道路ってコンクリートよね。コンクリート以外ってあるっけ、ないよね。うんうんうん、確かに確かに。極寒は無理やな、極寒は無理です。灼熱は極寒だ。私めっちゃ冷え性やから。寒いとこに行ったらマジで凍死するかもしれない。そうですね、なんとも言えないですね。やっぱり春は秋が一番いいんじゃないですかね。ピューランド楽しみだね。だってそれな、ぜひぜひ、あのあれなんだっけな、なんか忘れた、心地になってたんだけどちょっと忘れてたわ。遊びに来てね。どこだっけな、ちょっと見つからないからあれなんだけど、見てスタバのさ、次桃なの。いいな、飲みたいけど、もう金欠だから飲めない。こないだスタバさ作ってさ飲んだらさ、スタバカードのさ残金がさもうあとね400円かなぐらいだったからさ、もう飲めないじゃーんってなってさ、そうなるとさ、うわ我慢しようって思うよね。そう
ピエン。あ、桃絶対美味しいよ。そう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 ね、本当に。なんかさ、でもさ、あれはやっぱさ、この暑い時期さ、なんだっけ、ああいうフラペチーノって美味しくない？しみるよね、暑さに。そう、あの暑、めっちゃこうもうじゃん。でもさ、あれって結構さ、腹ごたえもええやん、フラペチーノやし。で、冷たいからさ、めっちゃさ、いいよね、夏にもってこいなんよね。冬は寒いねんけど、でも夏はマジでいい感じ。そう、モスが近くにないねんけど、あんまりモスさないんだよね。モスってそんなにいっぱいさ、その辺にさ、マック並みにあるかな。なんかそんなにマック並みにあるイメージないんだよね。久しぶりに時間あって来れてよかった。だってありがとう。マック並みにはないか。やっぱそうよね。そんなにないよね。でもさ、モスさ、美味しいよね。モス高いけどさ、美味しいよね。わかる。わかるよ、モスね。モスあんま食べたことないけど、うん、マジで高いけど美味しい。確かに出来たて食べれるっていうのは大きな差よね。出来たて、うん、確かに出来たてかどうかっていうのは割とやっぱり冷えたのよりあったかい方がいいに決まってますわな。マックっていうよね、マクドっていうかと思ったって。いや、私関西人じゃないけん、マクドとは言わんね、マックやね。うん、そう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 。私に、西の人間やけど関西人じゃないから。え、知らん。関西の人だけがマクドっていうんかは知らんよ。でもマクドって呼ぶメンバーはもう関西のメンバーしかおらんもん。あ、いや、私そんなひ、あの、何、方言評論家じゃないから、これ言ってんのはこの地方の人たちやみたいなのは知らんけど、そんなそんなん知らんけど。でもマクドって呼ぶのはもう関西メンバーしか聞いたことない。他のみんなはみんなマックって呼ぶけん、関西、でも関西の人がよくマクドっていうのはよく聞くけど、他の地域の人が何、なんて呼ぶかは知らん。この前買ってたやつが、あ、これ感じ読めないんだよね。の卵で何買ったかし、あ、プリン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 です、プリン、プリン。
あのツイッターに載せてたやつです。そう、プリンを、はい、プリンを食べました。そう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 、うん、なんかシュークリームとあとなんかタルトみたいなのとプリンがあったんですけど、私はプリンを食べました。あの劇場に近いから、そう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 、ぜひなんか劇場でも、でもイートインないから劇場に行って、まあそのまんま持ってなんかどっか公園とかでも食べたらいいんちゃう。あの南なんちゃら公園あるやんな、近くに。なんやっけな、南なんちゃら公園なんやっけな、ちょっと忘れ、分からんけど、あの行く道中にさ、南なんちゃら公園ってあるよね、かゆい目が。そうそう、そこで食べたいんか知らんけど食べたらいいんちゃう。劇場の外うろうろしないの？だって。しないです。私だってインドアだから、基本インドアの人間なんで、インドアなんでいいんですよ。外には出ません。私別に暇な時間があるから、じゃあちょっと劇場の周りの何か散策しようってならない人なので、劇場めっちゃ暇なんですよ。あれ 2,3 時間空くんですけど、なんで、ぼーっとしてます。お弁当食べて、あとぼーっと携帯見てたりとか、してるかな。目、そうね、髪直してって感じ。あ、劇場ってその劇場じゃないからね、 AKB 劇場じゃないですよ。今私が舞台やってる劇場ですよ、あの池袋の。そうそうそう、そうだから私はあんまりうろちょろしないです。もうずっと劇場の中にいるかな。何をするってわけではないんですけど、ぼーっと、ぼーっとしてるかな。それが一番楽しいわ。そう、私はもうアウトドアじゃないんで、基本もう引きこもりな人間なんで、引きこもってます。何かがない限り、あんまり、なんか外で何しようとかないかな。なんか特に知らない場所だと余計にあんま外出たくない知らないから。池袋とかマジでいかんし、ちょうど今の劇場の南池袋かなとかは本当に何にもわからんから、引きこもってます。もうそれが一番。どっか行こうって言われたら行くんですけど、自分一人でよし、じゃあどっかに探索に行こうはマジで思わない。8割方思わない。なんか目的があるんだったらだけど、特に目的もないんで、なんかしかも一人で、ね、普
通せっかくだから東京の街歩きたいと思いませんか。いや別に思わない、全然思わない。しかも東京に出てきたマモシでもないし東京に出てきたな数ヶ月の人みたいな思わないですね私はね。そうそうそう、しかも池袋とか人多いからね、なんか目的がない限りあんまりなんていうのうろちょろとかはしないですね。今の時期暑いですしね。サンシャイン60って何？そういう何タワーがあんの？タワーがあんの？へえ。わかんない知らない知らないや。えアビールがあんだ。へえ何登ったらなんかあんの？なんかもらえんの？なんかそういうカフェとか何かがある。水族館そんなにそんなに休みの間に水族館行こうとはなんないな。なんないな。ね、まあ池袋アニメすごいからね。でも池袋アニメすごいからこそ池袋にアニメイトとか行ったことない。逆にうんていうか逆に一人では行きたくないかなもはやうん人が多いの苦手だから、なんかあんまりそういうなんかめっちゃ人がいっぱいいそうなとこにあんまり一人で行きたくない行ってみたいなってすごい思うんだけど、いやちょっと一人は無理だな。ちょっとあんまり人の多いとことかなんかよく変わった人とかがいそうなとこにはあんまり一人で行きたくない。行くんだったら妹連れてとかかな。池袋とか新宿とか、なんか出口間違えたらやばいって聞くから、なんかそれであんまりね行きたくないんだよねそう、それであんまり行きたくない。誰かが一緒でってなるんだったら全然、うん、なんか遊びに行こうって言われても全然いいよってなんだけど、一人はね無理出口めっちゃ多いし広いし、今その劇場が池袋だから池袋駅使ってるけどマジで広い。改札多いし、なんか東南とか中央とかいっぱいあるのに、なんかその中にも何番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 ってさめっちゃあるじゃん。なんかさすんもするんも無理それだけで疲れちゃう。
ん、39番出口迷った？あ、ほんと？私割と迷わずに行けたんだよね。すごくない？そうそうそう、ね、めっちゃ端っこだから、一番端っこだから超遠いんだけど、でも迷わずにね、行けました。39番出口までたどり着けたっていう言い方がいいかな。結構むず、なんかむずい、ね、そう、なんか劇場も道が分かれば超簡単なの。もう本当にカク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 って感じで行けるんだけど、最初はマジどこだって なった。そのシアターもね、そう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 、明日私久しぶりに本番なんだけど、やばやば、久しぶりに本番だね。私しかも舞台行く前に仕事なんだよね。だから明日のショールームは、ちょっと明日のスケジュール来てないからさ、何とも言えないんだけど、明日18時公演だよね。でアフタートークあるからめっちゃ帰ってくるの遅いわきっと。けど、でも行く前に仕事があるんだよな。だから多分行く前は無理だから、どうしようかね。それか仕事が終わってシアターに行くまでに時間があったら帰ってきて、帰ってきて15分やって劇場行ってかな。そのさ、アフタートークさ、どれぐらいやるんだろうね。何十分ぐらいやるんだろうね。それにもよらない。舞台が1時間45分でしょ、まあ、1時間45分で、まあ、いろいろトータル含めもう2時間と考えます。アフタートークプラスってなったらどうなんだろうね。朝はやりたくないんだよね、舞台から。朝ね、寝たいんだって。私なるべく朝はマジでやりたくないの、寝たいからね。10分ぐらいか。じゃあ10分ぐらいだったらもうちょ2時間ぐらいか。あ、でもさ、ショールーム24時までだからワンチャンいけるよね、普通に。でも一番いいのはその仕事が終わって帰ってきて15分やって劇場に行ければ一番いいなって思ってるんだけど、明日の予定がね、来ないことには何とも言えないわ。そう、明日のスケジュールがまだ来てないから、何とも言えないんですけど、まあやっぱ帰ってきてからだと疲れちゃってるから死んでるんだよね、私。だったら行く、仕事終わって劇場行く前が一番いいなと思うんだけど、ちょっとその辺はわからないですね。まあなんでスケジュールの、明日のスケジュールが届いたら、755に書く。確か。なんかさ、あ、間違えた。え、違うか。あー、ちょっともうよくわかんないや。いや、明日か。
ちょっとマジでわかんない、いつだっけな。明日はないよ。だから行く前にするよ、みんなショールーム。明日なかったわ。明日じゃなかったです。ん？ちょっと待ってね。わかった。はははははは。明日はないです。だから明日は行く前にできるよ。なんならいっぱい寝る。やったー、嬉しい嬉しい。なんで明日は夜公演やから、夜18時やっけな、18時なんで行く前にしますわ。序盤だけやってまあでも何時入りみたいなのがあるから、ちょっとそれはねちょっと分かんないんですけど、公演開始は18時だけど、まあ、その前にいろいろダンス曲確認とかそういうのがあるから、集合はね結構早めにインをしないといけないの、メイクとかもしないといけないから。なんだけど、その集合、何時までに入ってくださいっていうのがまだ来てないから、なんとも言えないんだけど、まあでも昼過ぎですね、そしたら多分昼前までにはしないけど、昼過ぎにそうですね15分ぐらいやってシアターに行くって感じにしようかなって思ってるので、ちょっとその細かい何時頃やります、例えば14時頃とか13時頃とかそういうのはちょっとね、明日のスケジュール来ない限り面目なんていうの予定立てられないから、それは来たら755オアメールで書きます。ちょっとそれは待ってくださいね。ちょっとねわからないんだ、私もそればっかりは。失礼。ワンピースレッドっていつなんだろう。あ、見て、すごい。歌、かっこアドさんが歌う逆光のフル MV が本日7月6日の20時に公開だって。もう公開されてんじゃん、じゃあ。あ、されてないか。あ？ 20 時だよね、されてんじゃん。すごいすごーい。すごい。っていうかあれやろ、ワンピースのレッドってさ、いつ上映なんやろうね。あ、覚えてない。わあ、いつ上映なんだろう。わかりやせん。あ、8月6日か。あ、私7月やと思ってたわ。じゃあまだまだ先やね。やばい、7月と8月間違いすぎやん。あ、じゃあ1ヶ月前に MV フル尺公開、こ、うん、いい、公開ってことか。8月6なんだったら今日7月6でこの MV フル公開ってことは。そういうことか。そうなんだ、行きたいな、メンバーと行くわ、メンバーと見に行くわ。見に行こうねとは言ってんの。
やけん、ほんまに見に行くだけやわ、あとは。でも、でも本当に呪術廻戦もメンバーと見に行ったし、うち。そう、誰と行ったっけ？なると、私と、あやねの3人で呪術も見に行ったから、そう、レッドも見に行きます。見に行きたいねって言ってるんですよ、言ってたんですよ、キスバエイトの時も。楽しみじゃないですか、みんな楽しみじゃないか、私はとっても楽しみ、ルン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 って感じ。ワンピースが好きな私と、だからスタンピード見に行ったメンバーとかかな。スタンピードはセリと私とアヤネとナルで見に行ったんですよ、確か。だからそのメンバーでレッドも見に行きたいなーって思ってまーす。見に行こうかなーって。アニメ進めないとね。あれ？アニメは私1週間分ぐらいしか溜まってないから、そんなの一瞬だよ。秒で見えるよ。1日あれば余裕じゃん。ワンピースは好きなメンバー多いでしょ。わらだって。え、知らない。多いのかな、知らない。私の知ってる中でワンピースが好きなのはそのメンツしか知らない。他のメンバーがワンピース好きって話してるのも知らないな。どうなんですかね、わかんない。わ かんないな。その4人がそのスタンピード見に行った4人はそのワンピースが好きやから、ちょうどスタンピードがあるってなった時に見に行こうってなって見に行ったんですよ。でも他のメンバーが好きなのかは知らないです。ちょっとわからない。でもまあ好きな人はいっぱいいそう。だってワンピースだもん、みんなに愛されているワンピースだもん。好きな人は多そう。セリカはシャンクスを知ってやってる。だって、知ってるよ。うちね、マジでナルと推しめっちゃかぶんの、毎回。そう、ナルはゾロとローが好きなんだけど、あ、ゾロが一番好きなのかな、確か。私ゾロとローが好きなのね、めっちゃかぶってんので、コナン君も好きって言ってて、そのキスバイトの時に。で、私も好きってなって、で、いいのは赤井さんが推しなんだよねって言ったら、え、なるもって言って、マジでめっちゃ推しかぶってんの。私本当にめっちゃメンバーと超推しかぶってることが多くて、それこそ呪術廻戦だと私トゲ君が推しなんですけど、トゲ推しなんかぶってんのはあやねなんですよ。あやねもね、トゲくんが推しらしくて、そうかぶってて。そうなんですよ、結構ね、マジでメンバーとめっちゃ推しかぶりすごい多いんですよ。なんかね、別に私同担拒否とかじゃないから全然いいんだけど、でもさ、なんかさ、推しがさ、みんな違うかったらさ、ワンチャン例えばさ、グッズ買ったとトレーね、シークレットのさ、よく物って多いじゃないですか、缶バッジにしろ何にしろ。なんかさ、推しキャラが違うかったらさ、当たったとかなったらさ、交換とかさ、あげれたりするけどさ、推しかぶってるとさ、それがあんまりできないじゃないですか。そう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 、そう、推しがね違うとさ、交換、え、推し出た推し出たみたいな、じゃあ交換しようとか、出たからあげるとかあるんだけど、そう、かぶってるとね、なかなかそれがねできないから。そうなの、そう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 、それがな、もったいないなってすごい思っちゃ
私は別になんか同担拒否じゃない、同担拒否ではないから、なんかその私そのまるまる推しとかやめてとかっていうタイプじゃないから全然いいんだけどね、まあ、そういう人もいるじゃん。そう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 、そうだから難しいよね。そうそう、あ、そう、人気キャラだからかぶるのはあれなんだけど、その何よく見に行くメンツというか、そのよく大好きって喋ってるメンツ同士でね、かぶってるとさね、行った時がね大変。大体女の子が好きそうなキャラを好きだからでしょ。だって逆に女の子が好きじゃないキャラとかいるんですかね。女の子だって十人十色なんで、それはもうなんかちょっと変化球みたいな、変化球だと言われるようなキャラクターが好きな女の子だっていらっしゃいますからね。それもしかしたらブリーチで大前田が好きですっていう人もいるかもしれないじゃないですか。大前田をディスってるわけじゃないですけど、でもなかなか大前田が好きって言ってる人はマジで聞いたことないけど、でもまあ、もしかしたらこの世界は何万人何億人と人口がいるから、大前田推しですっていう人がもしかしたらいるかもしれない、っていうかいると思う、きっと。きっとあんまりグッズ出ないからきっと嘆いているだろうと思うんだが、しかしそういう人もいると思います。思えばいいじゃないですか。ソヤフォンにいつもなんかボコボコにされてる感じがすごい大好き。面白くない？私は面白いって思うんだけど。髪染めないの？だって。とりあえず今んとこ予定はナッシングかな。そうですね。ちなみにお前だって何のキャラですか？ブリーチのあのね、ソイフォンと同じ隊にいる、ソイフォンとよく一緒にいる、あのめっちゃね、ガタイがいい、なんかね、見た目はね、ちょっとお相撲さんみたいな感じ。そうそう、なんかこんな感じ。あ、ちょっと違うかな、でもこんな感じ、調べてみ。お前だってめっちゃおもろいから、キャラ的にはマジでいじられキャラっていうか、すごい面白いキャラ。あのね、ソイフォンとのあのコンビめっちゃおもろいから調べてみ。昨日から早速ブリーチのアニメ見始めた。だって。あ、本当？何話から見てんの？1話から見てんの？それともあの今無料配信されてなんちゃら編みたいなの見てんの？ソイフォン好き？ソイフォン好きよね。私も好き。ソイフォンはツンデレなのがすごい可愛いってめっちゃ思うんだ。私あんまりツンデレキャラ好きじゃないんだけど、でもね、可愛いって思う。そのヨリイチさんにはめっちゃデレデレってしてるのがすごく可愛くて、ヨリイチさんをすごく尊敬してるからこそ、なぜっていう気持ちもまあね、その最初の方はあった、まあそれはもう見てくれ、そうなんだけど、その関係性もすごく大好き、そして強いから、だからヨリイチさんも好き、めっちゃ強いから。そうそうそう、強い女のキャラ好きだね。だって、強い女の子大好き。昔はね、そこまで別にそんな強い女の子好きってわけではなかったんですけど、なんか結構ここ最近ってこともないんですけど、まあね、割と最近は強いキャラ好きね。そうね、呪術とかでも、そうね、確かにマキさんだが好きだったりとかする。するし、そうね、なんかそういう強い
キャラクターはかっこいい。なんか自立しててとってもかっこいいなと思う。なんかなんだろう、男のああいうジャンプ系ってさ、完全に男の子の方が比率って多いじゃないですか、キャラクター的に。女の子ってあんまり出てこないんだけど、なんかその何、なんか守ってもらわないとダメだみたいなよりか、なんかあの守ってもらわんでも私一人で全然いけるわみたいな、私は上に行くのよみたいな、強いのよ私はみたいな、そういうキャラの方がかっこいいって思う。うん、なんか言い方は悪いけど、こう足を引っ張っちゃうというか、なんでみたいな、なんでそこで出ていったみたいな、なんでさらわれてんのみたいな、なんかそういうキャラクターよりかは、なんか強い女性がかっこいいなって思うの。でも多分結構なんか呪術好きって聞いた時、結構みんなさ、あの美和ちゃん好きとかって言ってたから、まあ、美和ちゃんとかもさ結構可愛いじゃん本当にね。だって自分で役立たずの美和ですっていうぐらいさ、まあそういうちょっとね抜けてる子も可愛いってね、確かに男の子は思いそう。なんだろう、守ってあげたくなるなみたいな、守ってあげたくなるなってブリーチで誰なんだろうね。誰だろうね。織姫とかどうよ。織姫とかそうだね。弱いか、弱い。ひなもり弱くはないけど、まあ、なんかそういう風に書かれてるの、ひなもりとか。ルキアも結構ね、なんかさらわれたりうんぬんかんのあるけど、なんかルキアは気が強いからね。ちょっと違うかもしれない。やっぱり織姫かな。あー分かる、確かにそうよね。織姫ね、私あのあんまりひなもりも織姫もあんま好きやないから、いや好きなことはないっていうか、あんまり得意じゃないなんか実現してる人じゃないからあれかもしれないけど、そうね、あんまり、私が好きって言ってる強い女性のタイプでは確かにないんじゃないかもしれないけど、まあねちょっと反対かな、私が好きなキャラクターとは。まあでも織姫もめっちゃ人気やしいいんじゃない。え、でも好きそう、男の人は好きそう、織姫とかどう。すごくなんかその さっきさ私が言ったら確かにみたいなコメントあったけど、でもなんか当てはまってる気がするんだけど、どうなんだろう、ちょっとわかんないな。宇野花さん好きだって、宇野花さん好きよ、だって宇野花さんめっちゃ強いもん、めっちゃ強いしめっちゃ怖いもん。なんか笑顔で、あの人が笑顔でなんとかかんとかって言ったらはいってなるのがめっちゃ好きああいう人が一番怖いんだよ、ああいうのめっちゃ好きなんだよね、見てて面白い。そう、織姫好きです、織姫好きそう、男の人は織姫好きそう、いいんじゃない、別にいいと思う、私も別に嫌いなわけじゃない。嫌いなわけじゃないけど、だったら、まあ、ちょっと違うキャラの方が好きかなって感じ。なんだろう、馬が合いそうかな、合わなさそうかなって言ったら、あんまり合わなさそうかな。まあでも嫌いではないけど、推しにはならないかなって感じ。
強いキャラクターが好きなの。かっこいいじゃん。なんかそういう強いキャラクターがさ、助けてほしいってなる瞬間とかもうマジでギャップ萌えじゃない？おおってなるんだけど、そういうのが好きですね。でもなんかすごいブリーチにしろなんか呪術にしろ結構ツンデレ多いよね。ツンデレ、ツン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 、気の強い女性が多いな確かに。まあそれなんか少年誌だからなのかな。そんなことないか、逆も普通はあるもんね、少年誌だからこそみたいな。でも呪術に関してはマジでなんか結構気の強いっていうか強い女の子が多いから、そうなんか逆にか弱くてなんか助けてもらってちょっと足引っ張っちゃってるよキャラってあんまりいなくない？ほんとミワちゃんぐらいな気がする。みんななんか字が強いから。そう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 ね、そうなんですよね。ブリーチはどうだっけな、ブリーチ、ブリーチもでもね、そうよね、結構さらわれんのはマジでよく、あのルキアはあのあれ織姫みたいな感じ。やっぱジャンプ系は強い女の子多いかもだな。やっぱそうなんだまあそういう女の子は少女漫画の主人公っぽいね。あ、まあ確かにね、確かに確かに、そうね、それは確かに、うん、あるかもしんないいや、いいよね、わかるわかる。もしコミックとかアニメ界に入るならどの作品選ぶ？だってわあマジか、どの作品選ぶ？わあめっちゃ迷うね、めっちゃ迷うね、え、めっちゃ迷うな、あ、めっちゃ迷うねえ、でもやっぱりブリーチとかかな、やっぱ残白と思って刀振りたいですね。私なんか刀キャラ好きなんかな、うん、そのワンピースもローもゾロも刀キャラなんだけどさ。で、あ、おきこちゃんも刀じゃん、なんか私刀キャラ好きなんかな知らんけど、え、めっちゃ無意識、それこそマジで無意識なんだけど、なんかそうこうやってやっぱ残白と思ってとか、そうね、呪術とかみたいにこう術とか術式とかもう領域展開しちゃったり見ちゃったりしちゃったりとか、そうそうだねとか。でもワンピースみたいに海に冒険に出ていろんな仲間と出会うっていうのもまたいいなって思う。船酔い私するけど、船酔いするけど、あと多分弱すぎて一瞬でお荷物になりそうだけど、でもなんかいいかな。でもそんな感じかな、うん、ガンダムも持ってるよだってガンダムって、でも私がもしああいうガンダムの世界に行ったら、あのまずそもそも機体に乗れるほどの能力がまずないとみなされて、多分ババババババって撃たれてすぐお亡くなりになれる市民の A みたいな感じになりそう。私もし乗れたとしてもすぐビームとかでババババババってやられてるのババババの中のどれか一人にもなりそうだし、かといってもある程度の名前がついてるキャラクターになれたとしても、なれたとしても多分絶対生き残れてはいないようなキャラクターになりそうだから、あとあの機体を操縦するまでの私は頭がなさそう、覚えられない、なんか私コーディネーターにならないと多分無理だわ。ですごく思うから、うん、そうね、だったら刀振ってシャンシャンシャン、あ、オペレーター、オペレーターね、うん、オペレーターね、
発信準備のナレーションの人。そうそう、ルナとかがやってたやつだっけ、ウェーターとかってね。そう、フリーダムストライクフリーダム、なんだっけ、なんか発信どうぞみたいな感じだったらさ、なんかさ、それからでも発信しますみたいな、シューン。もう覚えてないよ、ブリーチ。ブリーチじゃない ガンダム。だって私ガンダム見てたのめちゃくちゃ小学生の時だよ。私がガンダムシード、シードデスティニー、ダブルオーとか、あの辺とか、そう、小学生の高学年だったよ。覚えてない。で、見返したのが中学生だったの。中学生1年生とか2年生、1年生かな、2年生ぐらいやったから。あ、そうだ、ルナじゃなくてメイリンだ。そうそう、ルナは機体に乗ってるんだった。そう、ピンクのね、髪の毛のね。そう、だから全然覚えてない、マジで。本当に忘れちゃった。意外と館長似合うかもしれないなって。あ、本当に？館長似合っちゃう？ラミアス館長。私あれめっちゃ好き、あそこのシーンマジで泣ける。あのね、何か、なんだっけ、忘れちゃった。あのね、黒髪のショートのね、館長がね、なんだっけな、てーみたいな、ラミアス館長みたいな感じで言って、あ、うん、だったっけな。それで、あ、アークエンジェルだっけ、あの時、あれバーンって言って、それでバーン、マジで泣いたわ。あの館長さん、めっちゃちゃんと、なんかすごいかっこよかった。あ、そう、ナタル、そうです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 、ナタル・バジルール館長です。じゃね、合ってた。てー、マリュラミアス、あ、館長なかったか。残念。惜しかったわ。メリはマジで泣いた。めっちゃかっこよかった、本当に。あと、それで言ったら、あれまだな、あれあれ。あの、新、あの、ガンダムシード、あの、ガンダムシードデスティニーの、新を、保護した時に話をかけてくれたあのおじさんいたじゃないですか。名前知らない、忘れてた。なんかそのおじさん、助けてくれたおじさんが死んじゃう、お亡くなりになるやつ。それでその仲間に、一緒に乗ってた仲間に「アークエンジェルに行け」って言って、みんながアークエンジェルに行くのよ。そしてお手伝いをするやつ。それで、しかもその、その人だけがこの何、船に残って最後を見届けるの。しかもね、それをね、その人をバーンってやっちゃうのがシンなの。めっちゃ辛くない？それでなんかシンがバーンってやった時に、そのなんか過去のシーンみたいなんで、そのシンに話をかけてくれたあのおじさん。そう、なかなかね、つらすぎて涙したわ、私、あのシーン。あったよね、そんなシーン。ね、そうだよね。そう、助けてくれた人を結局自分の手で、あのね、殺めてしまったって。まあでもそうよね。そう、だから私はちょっともう待って、ギャグ漫画に聞こえるってやめてよ。ギャグ漫画じゃないよ。ギャグ漫画じゃない。もう本当に平和っていいなって思い知らされるです。まあ皆さんがもし生きる世界では何の世界がいいですか？私が知ってるアニメだったらいいんだけど、みんなが生きたいっていう世界が知らないアニメだったらごめん。なんか何がいいとかあります？もし自分がそんな
もしアニメの世界に行けるのであれば、でも自分もね、行けるのであれば強いキャラクターがいいなっていうのはすごく思います。だって自分が行けたとしても、自分がまあ弱かったら死にたくないじゃん。だって口がないんだけど。そうだから、なんか行けるんだったらちゃんと強いキャラがいいな、まあ、かといって私あんまり日常系見ないから、日常系少女漫画の世界に入りたいとあんまり思わないな、思わないけど、思わない。え、櫛がないんだけど、マジでどこ行った、なんか思わないけど。あ、そう、なんか分からんな。南を甲子園に連れて行きたいなって。ちびまる子ちゃんもいいかも。で、ダイアナエスカは分かんないな、名前しか知らないわ。ボボ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 の世界、あーボボボボボボボの名前しか知らないわ。サザエさん、ドクターストーンの世界も面白そう。確かに科学の世界もそれはそれで面白そうだよね。でもめちゃくちゃ大変そうだよ、あれ。めっちゃめちゃくちゃ大変そうだよ、あの世界行っちゃうとドラえもんの世界、あ、まあ確かにドラえもんの世界はいいね。どこでもドアとか使ってみたい。スパファムの世界が楽しそう。確かにスパファムはめっちゃ良さそうだね。楽しいと思う。楽しいけど何、同級生とか、アーニャの同級生ってこと。いいね、ジョジョ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 か、いいね。ジョジョの世界に行ったら自分もジョジョ立ちとかできるようになるんかなね。スパイになりたいのか鬼滅だけは避けたい。まあ確かに私もそうだな。鬼狩りはちょっと、鬼狩りはちょっとね、木から木へと飛び移りたいです。だってナルト、ナルトですか、ナルトかオーバーボルト、いいですね。忍法とか使ってみたい。私は忍法、影分身の術、術をやって噛んだ、術、いいですね。サマーウォーズ、サマーウォーズ、サマーウォーズって夏になると絶対ロードショーか何かで毎回やってるやつだよね。ギアス使いたくないなって。うん、ギアスね、何のギアスがいいですか。でも私強いて使うならやっぱりルルーシュのギアスがいいかなと思いますね。何のギアスがいいですか。いろんなギアスがあるじゃないですか。でもまあ使うならまあ確かにそうだな、ルルーシュのギアスが一番いいかな。うんって思うけどな。スラムダンクの世界？あ、スラムダンクね。ルカワーってやろうかな。え、ルカワーってやろうかなってことは何？チア部の方やりたいってこと？ LOVE ルカワーやってる。あの女の子たち？あの女の子たちになりたいの？ウケるんだけど。なかなかのチョイス。え、心臓に負担かかるけどロロのギアス使いたい。マジ？嫌だよ。だってロロめっちゃ命削ってんじゃん。もう雲ひどくなったし。でもさ、結局さ、ロロもめっちゃお兄ちゃん思いだよね。まあでもルルーシュあれね、記憶、そのね、あのなんだっけ名前、リナリーじゃないわ、あーリなんだっけ名前、妹の名前忘れちゃったやばい、ど忘れしちゃった。妹のためにさ、てかまあでもルルーシュはぶっちゃけめちゃくちゃのシスコンだからね。ほんとストレートに直球に言ってしまえば、まあ、なかなかあんないいお兄ちゃんもいませんけども。でもロロのギアスはな、でもロロは最終的にさ、ルルーシュにさちょっとさ、まあいいように使われたけど、でもそれでもロロはさ、ルルのこと信じてたからね。なんか泣けるよねあれ、マジで。あ、そう、ナナリーだ、ナナリー。リーしか当てなかったわ。リナリーとちょっと似てた音が。ナナリーだ、ナナリー。そう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 。
アメコミの世界に入ってマグニート様の部下になりたい。だってちょっとわからない、アメコミの世界っていうのがちょっと私もよくわからないな。ロロも一途やった。いやマジでそれ、お兄ちゃんのこと本当に死にてたし、うん、めっちゃいい。ロロはね、なんだっけ、だって僕はお兄ちゃんの弟だからみたいな言って死んだよね確かね。なんかその感じのセリフみたいな言ってなかった。本当にめっちゃ心臓がもう本当にヤバくなって、最後の方の時それで言ったらさ、ディーグレーマンの世界とかどう？いいんじゃない、イノセンスで。いやでもちょっと私はあれだな、あの敵がな、千年伯爵たちの敵が強すぎるからな。ルーシーの絵好きだな。だって絵わかる、ユナも好き。そう、 AKB48 48分の1の世界、うわ懐かしくないそれちょっと話変わるけど、自分の目の前にタヌキが現れましたってタヌキこんにちはって。石川さん似てる？めっちゃ言われるんだよね。ありがとう。現実的に考えたらドラえもんが一番欲しい。いやまあそれな、現実的に考えたらな。でもやっぱアニメの世界に入れるんだって非現実的に行こうぜ。まあドラえもんが決して現実的ではないよな。なんならめちゃくちゃ現実に近くて一番非現実的っちゃ非現実的なんだが、なんだがしかし、まあでもそうだよね。まあまあ。どこでもドアあったらいいよね。わかる。私もそしたらめっちゃ仕事楽やわめっちゃ仕事楽やわ。ギリギリまで、どんだけ朝早くてもギリギリまで寝てられる。稲妻イレブン、あれはもうなんかよくわからん、もう非現実的すぎてよくわからんでもアニメに現実的なものなんてないね。銀魂の世界に行きたい。あーいいね、わかる。銀魂っておふざけめっちゃひどいけどさ、すごい時すごいじゃん、もう大いに振りかぶってって感じやけどさ、でも本当にいい話の時はマジで泣けるぐらいいい話よな。めちゃくちゃいい話。そのさ、落差がすごすぎてさ、本当にびっくりだよね。うん、そう、でも結構みんなやっぱり、でも意外にみんな少女漫画の世界に行きたいっていう人があんまりいないんだね。それは何、みんなが少年誌の方が好きだから、少女漫画あんまり読まないからかな。そうなんだ。なんかいっぱい実写とかさ CM とかでもやってんじゃん、実写されたら。そういうの見てさ、なんかもしもしもってなるとさ、じゃあ僕は例えば何々、そうだな、例えばじゃあ君に届けの風早くんみたいになりたいですみたいな、めっちゃ憧れじゃん。みんなの憧れじゃん、風早くんとか。マジで爽やか系男子じゃん、あんなの。早朝だわ、ほんとほんとに。沢子とさ風早くんめっちゃいいんだよね。超青春、初々しくて超可愛い、あれ大好き。そう、そういうのはないんだ。なんか超イケメンになってクラスモテモテでみたいなのないんだね。少女漫画読まないか。あ、少女漫画7の世界行きたいです。わかる。うちも少女漫画だったら一番7の世界行きたい。でもね、7ってね、ぶっちゃけね、なんかその本当にそういう感じのストレート少女漫画じゃないから、一応少女漫画でしょあれ。だけどさ、そのなんていうの、7ってさめっちゃさストレート少女漫画じゃないから、なんかもっと7はなんつうんだろう、なんかもう深い深いというか、なんかもなんかこう綺麗さっぱりっていうよりかは、ちょっとこうなんて言うんだろう、なんか入り混じってる、入り組んでるよねあれはね。私多分今読んだらもうちょっと何か感じ取れるんだろうな、作品的にって思う。もう年が年だからさ、初めての未成年とかだったからさ、なんかストレートにしか受け止められんかったけど、でも確かに今読んだらなんかおーってなりそう。
でもナナ大好きなの私。え、わかる？だよね。なんかその綺麗な、それこそ君に届けみたいな青春さっぱり爽やか系とかではない、マジで。結構ドロドロっていうか、なんて言うんだろう、まあでも少女漫画非現実的にはあるけど、なんかでもリアルにもありそうって感じだよね、すごく。え、ちなみに、でも私なるんだったらレイラになりたい。レイラになりたい。歌姫レイラ。めっちゃ好き。でもなんか一番男の子が好きそうで、なんか本当にわザ女の子だなって思うのはハチだと思う。本当にハチは本当にザ女の子って感じがすごいする。可愛いもの大好きだし、結構ふわふわフラフラしてる、ふわふわしてるし、なんか男の人もああいう子好きなんだろうなって思う。本当女の子っぽいなって思うけど、じゃあレイラだな。レイラが好きです。めっちゃ可愛いよね、リーナ。ああ、チハワイアフルに入って青春を楽しみたい。チハワイアフルさん、私あれしか見たことないんですよ、実写。そう、少女漫画は男がみんなハイスペックだって。何、顔の話？少女漫画でもクズは出てくるよ、そらもちろん。クズ男は出てくるよ。それただ単にクズ男でも顔がめっちゃいいとかはあるけどね。でも本当に矢沢愛先生の絵はめっちゃ好きなの。それこそナナの絵はめっちゃ好き。みんなかっこいいよ。みんなかっこいい。みんなかっこいいよ。みんなかっこいい。だから私本当に矢沢愛先生の作品ってさ、まあファッションも結構パンクなのね。で、結構ビビアンめっちゃ出てくんの。そう、なんかナナがよくつけたゴッツゴツのやつとか、あとしんちゃんがつけてるライター、ビビアンのライターとか、あれ本当に売ってたんか売ってんのか知らんのですけど、めっちゃ本当ナナ好きだった時、本当にビビアンめっちゃ欲しくて、そう、てかめっちゃの時代流行ってたの、すごい。そうそうそう、やっぱ流行ってたよね。そう、めっちゃビビアン欲しかったの。でもさ、まあさ、高校中学生とかよ、でも絶対買えないんだけど、めっちゃ憧れてた。めっちゃ憧れてたの、すごい。私しんちゃんのライターのやつがめっちゃ欲しくて、そう、かっこよかったのよ。しかもめっちゃでかいし、こんなんよ、こんなん、すっごい憧れだったの。 そう、めっちゃ憧れてたの。そうそう、ビビアン。でもね、ビビアンのピアス開けてる、開けてる？ビビアン。言えません。 ビビアンの、ピアスしてるメンバーめっちゃ多い。可愛いよね、ビビアンのピアス。このチョンってなってるやつね。めっちゃ可愛い。私耳開いてないからな。開いてたらめっちゃ欲しいって思う。ヨコちゃんアーマーリング持ってたね。あ、持ってる。そう、あれもナナとかがつけてて、うちもめっちゃ憧れてた。 憧れてましたね。そうなんですよ。めっちゃ影響されやすいの。私もロリータが好きになったのも、下妻物語の影響だし、そういうのが好きってなったのもナナの影響。めっちゃ影響 されやすいの、めちゃくちゃ。そう。 めちゃくちゃされやすい人間で、そうなの。だからめちゃくちゃね、そう、超影響されやすい、流されやすい。めっちゃ好きなの、そういうの影響されちゃうんだけど、すごく好きで。そうなんだ、めっちゃビビアン情報憧れてたね。そう、めっちゃ好き、思ってないんだけどね。そう、いいなって思う。だからもう何でも影響されちゃうから、私の場合。そうなの、影響されまくり人間なんで。
そう、本当に好きってなったもんは本当に好きですね。そうです。そう、でも矢沢愛先生の絵が本当に綺麗すぎて、確かに矢沢愛先生のその7出てくるあの男の子キャラクターはみんな美少年です。ナナ流行った時ビビアンめっちゃ流行ったもん。え、それな流行ったし、なんかナナとかが結構厚底とかめっちゃ入って、あ、大崎ナナの方ね、厚底とかめっちゃ入ってたからさ、ああいうのもめっちゃ流行ったよねね、やっぱ影響力すごい。ほら見て、私みたいな人がいっぱいおんねんいっぱいおんねん。今そういうことやん。なナナのさ、男の子キャラクターみんな美少年ばっかよな、うん、マジで顔綺麗よなみんな、マジで絵好き今絵が好きなの、そのタッチと言いますか、そうそうそう、めっちゃね絵の感じがすごい、そう好きなんですよね。もしかして配信止まってる、これ。コメント欄動いてないんだけど。あ、動いた動いた。え、もしかしてうちが今喋ってること止まってたかな。てかもうそろそろ多分充電切れるんですよね。うん、めっちゃ美少年だよね。でも私がナナのキャラクターで出てくる男の子で美少年の中でもマジで美少年だなと思うのはしんちゃん。めちゃくちゃ美少年、もうあれは本当にビビビビビビ美少年だと思う。マジで綺麗すぎる。あとレン、え、このなんかね、しんちゃんは本当に美少年で、なんかレンは美イケメンって感じ。みんな調べて、キャラクターマジでそうやから、知らん人はね調べてみて、なあなキャラクターって調べてほしい。え、ループしてるだって。見てないって。あ、パラキスの絵も綺麗でよかった。え、わかるね、矢沢先生だもんね。え、北川景子さんめっちゃ綺麗だった。わかる、めっちゃわかる、めっちゃわかる、めっちゃ綺麗。だから北川景子さん自体がびっくりするぐらい美人。普通やね。普通か、よかった。そう、でもなんだかんだ割とキャラクター的にねすごく好きなのは、うーん、安かな、やっぱり。でもね、やっぱ顔で言ったらね、やっぱレンが一番好きですね。かっこいい、かっこいいかっこいいですね。ヤクネマの実写見たのだって。え、もうだいぶ前に見たよめちゃくちゃ前に見たよ。そう、でも私が見た当初一番好きだったのはレンかノブが男の子だったらだったかな。うん、そうかな。ノブ、うん、ノブかレンが好きだっただな。まあ一番好きなのはやっぱレイラだけどね。まあレイラが本当に可愛いのさ、顔もそうだけど歌もすごいし可愛い。なんかああいうふわふわふわってした感じの子がすごい好きだったの、当時。そう、その見てた当時ね、アニメ見てた当時、ああいう感じの女の子がすごい好きだったから、レイラがほんとそんな感じだったから、めちゃくちゃ好き。ショートのツンツンが好きなんやな、だって。何、あ、まあ確かにそうね、シロちゃんとシロもそうだもんね。うん、ナナは実写もアニメも原作も見てる、一応。
全部見てます。というわけでもうね充電が 10% を切りました。しかもめっちゃ長く配信したから明日は15分で許してくれ。もうこのね舞台の期間は本当に15分20分30分ぐらいしかできなかったんだけど、この舞台がない期間にこうたくさん配信をしましたんで、1時間以上とりあえず毎日やらさせていただいて付き合っていただいたので、皆さんにちょっともうまたここからはちょっと少ないです。15分程度が続くでしょう。その時間に余裕があれば楽しく皆さんとこうやって私が一方的に自分の好きなこと喋ってるんですけど、一方通行させていただきますので、まあちょっと明日は残念ながらそうですね、今日よりかは 100% 短いです。15分からちょびっとって感じの時間になります。なのでそれはご了承ください。ちなみに明後日も多分短いですね。なんだし明後日は微妙、あーいや無理です、し明後日も絶対短いです。そしたらでもその次も短いです、その次も短いですちょっとやらないといけないことがありますので、ちょっとそれをやらないといけないですねやらないといけないですね。じゃあもうやばい 10% 切ってたの忘れてたわ、やばいやばい、切れる、13位ジェリーさん、12位マーニャンさん、11位シンドさん、10位チカイシーさん、9位ナッティさん、8位キリアさん、7位マー君、6位ヤングさん、5位タカさん、4位フーさん、3位マックセイトさん、2位ハル太郎さん、そして今日の第1位はヒルツーさんです。明日舞台行くで多分きっと行くよじゃないんかい、多分きっとはなんやねん、忙しい、まあ平日やからしゃあないよね。まあ多分キットがリアル実現しますようにお待ちしておりやすんで、お待ちしておりやす。てなわけで今日も見ていただき本当にありがとうございました。てなわけで明日のショールームはちょっとまだ明日のスケジュール来てないから、ちょっと明日の時間はやっぱりこのショールーム終わるまでに言えるかなと思ったんですけど言えませんでした、すいません。まあ後でねメールオーバー755で書きますんで、それ見て時間が昼頃にや昼過ぎにやろうと思ってるんで、もし時間が合えばね遊びに来ていただけたらなというふうに思います。本当にねここ最近マジでね私が長配信してるのに付き合っていただき、そしてなんか基本的にマジで好きな話のアニメの話をちんたら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 、はい、というわけでちんたらちんたら話させていただいてますが、それに付き合ってくださっている皆さん本当にありがとうございます。とりあえずもう 5% 切ったんでショールーム終了に、したいと思います。もしかしてもう繋がってないかな、繋がってるか。じゃあというわけで、はい、もう 5% 切ったんでもう切れますんで、はい、このアニメの話をはなんかちんたら話に付き合っていただき本当にありがとうございました。それではまた明日充電が切れるんでバイバーイ。